続きまして8月31日ですけど、31日は特にね、このなんつうかな、バラエティ系っていうかね、そういう番組っていうのは始まってないんです。なぜかっていうと、8月31日に NTV 劇場っていうのが始まってるんです。 NTV 劇場、日本テレビ劇場ですね。 NTV とアルファベット3文字で、当時から NTV って言ってたんですけども、で劇場っていうのはどういうことかっていうと、要するにドラマなんですよ、ドラマ枠。当時のドラマっていうのはもう全部生ですからね、まあ、ドラマに限らず当時の番組は全部生なんで、だから生でドラマをやってたって枠なんです。だから俳優さんたちの負担も半端じゃないので、そしてこの NTV 劇場の第1回っていうのが、まあ、私は約束を守ったという話なんですが、これにですね、これ主演は轟幸子さんかな、まあ古い映画スターの方でございます。これより結構前の時代のね、映画スターの方でございますが、まあそういう人なら出てくれたんだけどね。でそちらの方に真弓田和夫さんという方も出てらっしゃる。そのこの真弓田さんが実は初期司会者の一人なんですよ。ということがあって、まあこの日にはね、そういうバラエティ系の番組を作ってないんだと思います。9月1日になりますと、昼間の時間帯ですけど、こちらにね、私の顔っていうのが始まります。これもクイズ番組だそうですね。私の顔、これもちょっと内容がよくわかんないんですけど、第1回のゲストが三木のり平さんってなってるので、おそらくまあ有名なタレントさんを招いて、その方にまつわる話をクイズにしてたんだろうと思いますね。で、その司会が田中明夫さんという方でございますね。この方はね、俳優さんでございますね。まあ、それほど名が知られてなかったであろう俳優さんでございます。まあ、その田中明夫さんが司会ということですね。次に9月2日になりますと、あ、ちなみにこの私の顔は10月30日で終わってるんで、丸々2ヶ月しか続かなかったみたいですけどもね。で、9月2日になりますと、ジェスチャークイズというのが始まります。これは、まあ、その名の通りジェスチャーですよね。NHK の方ですでにジェスチャー始まってるんで、まあ、それをパクったぐらいの感じになってますけど、まあ、とにかくジェスチャーっていうのがあまりにもテレビにはまる題材なので、これこそテレビにふさわしい番組だっていうことで、もうものすごい注目を浴びたわけですよ。 NHK のジェスチャーがね、これこそラジオにはできないテレビならではの番組だっていうことで、出題が身振り手振りで行われるわけですからね。映像がなければ話にならないので、まあそこで日本テレビさんがね、恥も外部もなく NHK で当たってるジェスチャーをそのまま持ってきたんでしょうね。あのルルで有名な三協さんでございます。提供がね、これの何年後か、2年後ぐらいですか、 TBS が開局すると、そちらで暇なし飛び出すをやることになる、あの三協さんでございますね。三協ジェスチャークイズと言っておりました。そしてこのジェスチャークイズの司会が三木愛郎さんですね。まあ、初期の司会者の中、今回ご紹介する初期バラエティの司会者の中では一番その後も通りの良い方だと思いますね。まあ非常に長く活躍された方です。テレビの世界でもね、もともとこの方はほら、名前からも分かるように三木鳥郎さんの弟さんでございます。実弟でございますからね、弟さんですので、当初から三木鳥郎グループで活躍されていた方でございます。で当然ラジオでいろいろ場数を踏んでらっしゃるので、テレビのこの司会もこの初期の司会者グループの中では一番安定していたというふうな当時記事もありますね。で司会が三木愛郎さん、トリログループの愛郎さんなんで、まあそこもやっぱり関係してんでしょうね。三協さんと三木トリローさんってね、もう初期から非常にくっついてるじゃないですか。強化な関係ですよね。ルルのコマーシャルソングトリローさんが作ってますんで、まあだからアユローさんが司会になってるのか、あるいはトリローさん、トリローグループがね、トリローグループのアユローさんがやることになったから三協さんがスポンサーについたのか、どっちかよく分かんないですけども、まあとにかくその両者の関係性っていうのがあるわけですよ。このジェスチャークイズはさすがに長く続きまして、まあ9月2日からね、28年9月2日から昭和32年の5月まで続いております。そして翌9月3日にですね、ステップゲームというのが始まっております。まあ、ゲームってなって、ステップって何かってね、それのちょうど説明しますけど、まあ、ゲーム性があるクイズ番組みたいなところですね。これの司会を真弓田和夫さんという方がやっていらして、
この真弓田和夫さんっていうのが先ほど言いました日本テレビのね初期の名ドラマ枠だった NTV 劇場の第1回にも出演されている俳優さんでございます。その俳優さんの真弓田さんがこのステップゲームの司会ということでね、だから割と初期はね俳優さん、それほど名前が出てない俳優さんが司会するみたいな感じもあったんですね。このステップゲームもね1年ぐらいは続いたんですね。この9月3日から翌年かなの10月28日まで続いております。こちらのスポンサーがですね、提供が中山太陽堂って言います。中山太陽堂ってどんな会社かっていうと、要するに化粧品会社ですね。クラブ化粧品っていう、まあそういう、なんつうの、屋号っていうかな。クラブ化粧品という方が通りが良かったと思いますね、当時はね。で、そのクラブ化粧品がやってるんで、まあ正式な番組名はクラブステップゲームと言っていたようですね、当時はね。クラブステップゲーム。で、出演者はその、真弓田和夫さんの他にですね、西川慶三郎さんと小池太鼓さんという2人が出ております。この西川慶三郎さんも俳優さんですね。で、小池太鼓さんについてはちょっと今のところ分かりません。どういう方かは。ステップゲームってどんな話か、どんな番組かっていうと、2ステップあるんですよ、番組の中で。ね、だからステップゲームって言うんですけども、第1ステップ、第2ステップとあるんですね。で、出演者は、まず第1ステップのゲームをやります。どんなゲームかっていうと、2人に目隠しをして、で、2人とも同じものをね、3種類手で触るんですね。で、早く当てた人が勝つと。で、その人が第2ステップに挑戦するということなんですよ。で、第2ステップはどういうものかというと、これがまたジェスチャーなんですよ。ここで西川慶三郎さんと小池太鼓さんがね、2人でやるわけです、ジェスチャーを。その2人がやるジェスチャーのお題を当てるというのが第2ステップなんです。ということでね、2ステップ勝ち抜けなければいけないというので、ステップゲームということですね。賞金も出ます、もちろん。これ視聴者参加番組なんで。第1ステップ勝ち抜くと500円。当時のお金でね、これがいくらぐらいの価値かっていうのよくわかんないですけども。で、第2ステップ勝つと1000円の賞金がもらえたと。で、残念賞はクラブ化粧品がもらえるということですね。第1ステップで負けるとクラブ化粧品。その他、出題問題も一般から募集していたと。ジェスチャーと同じですね。NHK のジェスチャーと同じく、問題も一般視聴者から募集していたということです。で、それが最優秀だと1000円、やっぱり第2ステップ勝つのと同じ賞金の1000円もらえた、1人がね。まあ、当時の資料でね、例題が出てんですけども、悲壮交響楽の伴奏のもとに男が髪をかきむしり、睡眠薬を飲んで混沌みたいなことを書いてあるんだけどね、まあ、そういうのをジェスチャーでやってたんでしょう、ね、だからいかにこの始まった頃、テレビ放送が始まった頃、ジェスチャーっていうのがもてはやされていたかって、まあ、分かりやすいですよね。で、同時にですね、大事なことは街頭テレビでも通じるんですよ、ある程度、ね、街頭テレビだと音声が聞こえづらいと思うんですよ、やっぱり離れてるし、後ろの方の人には音が聞こえないしね、雑踏ですし。ところがジェスチャーだったらば、身振り手振りを見てるだけでもおかしいし、で、問題はさ、字幕で出せばね、字で出るわけですから、問題はフリップとかで字で出すわけですから、だから問題はわかる。で、それに対して、出題側がやるジェスチャーもわかると、目で見るものですから、音が聞こえなくてもわかるってことで、そんなことがあって街頭テレビ時代にも合っていたというところで、NHK も日本テレビもこういうジェスチャーを対応してたんだと思いますね。で、まあこのジェスチャーに関してはジェスチャークイズ、そしてクラブステップゲームと2つで日本テレビさんがね NHK からパクっておりますけども、これの翌年、昭和29年に日本テレビさんが独自に作った似たようなクイズがシルエットクイズ、このゲストを陰で当てるという、このシルエットクイズは、まあ日本テレビさんが作ったやつですね。これはまあ翌年、昭和29年に始まります。
こちらの方の司会が初期は木下佳生さんです、ね、モノマネの方だったのかな、ね、初期は木下佳生さんが司会で、後に茂木太郎さんが長いこと務めるということになりますけれどもね。茂木太郎さんはアナウンサーの方だと思いますね。おそらく日本テレビの第一期アナウンサーなんじゃないかなと思いますけれども。そしてステップゲームの翌日の9月4日からですね、スポーツクイズというのが始まってんですね。こちらの司会も日テレアナウンサーであります持田勝彦さんがやってらしたようですね。これはね、スポーツクイズはちょっと特殊で、そのスポーツ番組の枠があって、その中で行われていたクイズみたいですね。でスポーツを全般的に扱う枠がまああって、その中でクイズのコーナーがあったっていうことだと思います。でその多分枠全体をその持田アナウンサーがやってたんじゃないかなと思うんですけどもね。続く9月5日あの何でもやりましょうが始まるわけですよ、ね、初期の日本テレビを代表するバラエティ番組でございますね。これは昭和34年まで続いてますね。割と長く続きました。で1回終わった後さらに再開したりして第2期があります。で題名も変えて底抜け脱線ゲームっていう形になったりねしたこともあります。でいろんな形で生き残って、ずっと日本テレビで似たような番組が放送され続けたというものですね。まあ何でもやりましょうという名前の通り、視聴者参加型でいろんなことをこうやらせるというものでした。まあ、後にその芸能人にやらせる底抜け脱線ゲームという形になりましたけどね。まあ、要するにゲーム番組ですね。でこちらの方の司会が志村一郎さんでした。初期は志村さんがねどのぐらいやられたか分かんないんですけど、まあでも半年は最低やってるんですよね、見た感じ。ちょっとまだいつまでやったかっていうのを確定できてないんですけど。で、志村さんがどうもスポンサーさんのこう都合というかな、ちょっとスポンサーさんのご歓喜こもるようなことをちょっと不手際があったらしくて、でじゃあ次の司会誰にするかってなった時に三國一郎さんが抜擢されたんですね。スポンサーはアサヒビール、そのアサヒビールの宣伝部にいらした三國さんがね、三國さんはラジオもすでに持っていたんで、声がいいのでラジオ番組も持っていたんで、まあそれもあってね、まあ、三國くんなら少なくともこう生 CM はちゃんとできるだろうと、うちの社員だからね、生 CM のコーナーはちゃんとできるだろうから、とりあえず三國くんでやってみようよみたいな感じだったらしいですね。でずっとその後三國さんが司会をされるということですね。でアシスタント、当時は助手と言っておりましたけれども、そちらが小林久子さんという女性ですね。この方は最初の頃からずっと、志村一郎さんの頃からずっとやってらっしゃる方で、でこの方はどうももともとセ・リーグ事務局にいらした方らしいです、プロ野球のね。おそらくまあね、セ・リーグっていうのは勝力さんの読売球団の勝力松太郎さんの影響力を非常に大きいでしょうから、まあ、その辺のつてでね来た方だと思うんですよ。もともとその何でもやりましょうのプロデューサーさんの方が、まあこういうねちょっと元気な女性いないかみたいな感じで探していて、でセ・リーグ事務局にいるって話になったんでしょうね、多分ね、そういう人がいるみたいな感じで、まあ勝力さんの引きで多分来たんじゃないかなと思うんですけどもね。でこの方が実はですね、翌年に始まるワンダフルクイズ、花王ワンダフルクイズね、あ 初期はシルエットクイズって言ってたんですけども、花王が提供になって花王ワンダフルクイズってなった時に、まあ花王さんがね、そのワンダフルのコマーシャルガールが欲しいと、生でねやってくれるコマーシャルガールが欲しいという風になった時に、当時 CM タレントっていうのはいないので、誰かやってくれる人いないかなってなって、そこでもこの小林久子さんが引っ張り出されたって言うんですよ。そんなことでこの小林久子さんについては日本初の CM ガールという、そういうね、風に言われてる文献もあります。このようにですね、日本テレビはもう開局早々から、開局翌日の8月29日からですね、ずっとバラエティ番組を毎日毎日作ってきて、でそこで、まあ、民放初の司会者みたいな人たちが日替わりでこう登場していたっていう、そういう出自ですね。ちなみにその何でもやりましょうは、実はこの何でもやりましょうも開局翌日に始まる予定だったらしいです。
8月29日ですか、その日も土曜日なんでね、本当はその日に始まる予定だったらしいですけども、まあさすがに開局翌日ドタバタしてていろいろ間に合わなかったらしくて、で次の週の9月9日からなったということですね。ボイコット貫徹って書いてあるわけ、黒板にね。で窓に腰掛けてる例の少女、あのチンドン屋さんの歳末日にいたあの白い帽子の少女がなぜかこの友引高校の窓に腰掛けて教室にいるわけよ。